おう、見知らぬ青年、我が輩に何か用かな。不審者だな、覗き。あの子起きとんやない。そうでもないんかな。あ、色変わっとんか、一応。何こいつ、地面から現れる上に。雷じゃないの、あんた。あー、やめて、それ。雷とか。お前、放電する前にやっつけるわ。待て。待って、体力。お前、遠ざかるな。遠ざかるなって。はっ。よし。ふう、危ない。騎士の槍。ねえ、ちゃってやっつけてしまわんと。リザルフォスの騎士っぽ。シベリアリザルフォスから切り落とされた尻尾。臭みが強烈で料理には向かないが、薬の材料としては重宝されている。シベリアリザルフォスって言うんや。おーい、旅人さーん。ゲルドの娘。ゲルドの町とカラカラバザールの間は神獣が通るちょっとした危険地帯なんすよね。あ、そうなんや。それでもゲルド族のことをお近づきになりたくて、砂漠地帯をひた走れをレッス。え、そんな理由で？ま、それはともかく、見せびらき。ちょっとしたもんすけどね。なに？今売れるもんこんだけっす。どうぞ。いや、いいよ。んで、他には何か。さよなら。いい旅をっす。え、そうやって走り回ることによってお近づきになろうとしてるの？出会えねえよ。カラカラバザールに行きな。いるから、ゲルド族の娘。ここは何？特になんでもないんかな。これが神獣の通り道とか？まあいいや、とりあえずまずは、ほこらをクリアしてこう。ん？あ、ここにも人がおる？え？人よね？グコチセの祠。お、人や人。外から眺めてるのか。お、見知らぬ青年。我が輩に何か用かな。不審者だな。覗き？違うぞ。断じて違うぞ。我が輩は商人だ。これでもキャラバンの隊長をしているのだ。はるばる旅をしてきたというのに、男は町に入れない決まりらしく、一歩も入れてもらえず困っていたのだ。それで仕方なくだな。だから覗き？調査といえ調査と。まあ何と言われようが、我が輩はやっとゲルドの町に潜入するための情報をつかんだのだ。え、どうやってふふふ。では話してあげよう。我が輩の武勇伝を。ここに来てからもう1週間近く。こっそり入ろうとして警備兵に追い出されたこと数知れず、我が輩何度心が折れそうになったことか。しかしだ、その厳重な警備をかいくぐって町に潜入した男がいるらしいのだ。何でもその男はカラカラバザールとゲルドの町を行き来しているというので、我が輩はその男をここで待っているのだ。さっきの男ではないの。潜入男子禁制の町。お、メインチャレンジだな。あそこもあれ、商人かな。あそこに立ってるのは兵士たちってこと？男子禁制のゲルドの町に潜入した男がカラカラバザールのどこかにいるらしい。目撃情報を集めその男を見つけ出そう。あれ、全員と話したつもりやったんやけど、話してなかったんかな。まあ、とりあえずは。待って、ゲルドの町って出てるけど違うから、祠だから。まずはね。さあ入ってくよ。ここはどんな感じかな。街のすぐ横にあるんやね、祠。便利。後々のワープが。氷の柱を再び照準を合わせて A で壊すことができる。アイスメーカー。水のあるところはとりあえずアイスメーカーを使っていくといいんよね。あと、それだけじゃなくって、氷にも、アイスメーカーが使えるって覚えておけばいいんか。何これ。祠を訪れし者よ。我は愚子知世。女神ハーリアンナに置き、試練を与えよう。5つの、撤回。何それ。調べれないのこれ。切るとか。え、何もできねえ。調べられる場所があるとかいうわけでもなく、なんなんだこれ。何もできんやん。なんか、黄色い、回路かな。ん、あれ、あれはなんか動かせる。どこに動かせばいいんかはちょっと謎やけど。この辺なんか持っていくとこある？あ、これはなんだ？持てるんやね、これ。持ってどうすんだ？
わからん、こういう部分とかに置くんかな。あっち持って、こういう部分とかに置いたらどうなる。へーい、へー、もうあれは動かせねえ。え、あ、爆弾で吹き飛ばせば一応大丈夫か。これ電気なの？危ねえな。とりあえず、あの台をどこに動かすかだな。どこに動かせばいいんだ？あ、これ？あ、ここかな？ん？違うんか？わからんけれど。こっちは？あ、もうすぐそこにいらっしゃるじゃないの、ぐこちせさん。この辺も何かしら動かせそうな。動かせないのね。じゃあとりあえずあれをこっちに持ってくるわ、私。へい。これを動かして、はい、この辺に、はい、うん、関係なさそう。多分これの電気、そうよね、この電気を活用せんといかんのに、他のところに電気を流すとかいうことが多分持てたけども、持てたけども、ここになんかやったら、あの丸い部分しか反応せんのかな。ここにやったらつながるとかいうわけでもない。じゃあ流れてないところの丸に置いたら、うん、何もならない。んー、これ多分使っていくんやと思うよね。四角い、何なんだ？あ、多分こういうところに電気が行けばパカって開くんじゃないかな、これ。ということは、あのちっこいのとこのでかいのをいろいろと活用して、こういうことか。あ、なるほどね。これでとりあえず、電気が行くようになったけど、こっちもいるってことかな。この状態で、うん、これで上まで行ってるね。で、これ外したらやっぱり、なくなる。ああ、やっぱなくなるんやな。ちょっとそれ、あれ、ちょっとその鉄の塊こっちへ、こっちへ、こっちへ、よいしょ。そういうややこしいものはやめてくれないだろうか。こっちにこう、はっ、とりあえずこれをちょっと、この組み合わせでどうにかやっていけるんやと思うけど、これをここに置いたとして、ダメだな、こっちか、こっちにやると、なんかもう一個ぐらいこの鉄の塊ないの。うえい。近づいちゃダメだ、遠くから持ち上げろ。もう一個ぐらいこの塊ないときつくない？ないな。ないな。これで、こっちの方まで導くって、だってこれを抜けた時点でもう何も起こらないから、どこにやると、ここにやるとあっこまで行く。これもこれで
やり方でやった方が危険ではないんか。これでここにとりあえず置いて、あ、これで向こうのでかいやつをちょっとこっちにこっちに、これでどう？あー、まだ向こうが必要ないな。これでさ、こっちを抜けたらやっぱりそっちもダメになるんですねなるんですね。で、これをそこまで、あ、これいけるんじゃない？まだね、一番大事な部分ではないけど、これで底が開く。なるほど、これでさらに増やせるわけや。なるほどね。ほいほい。そしてこれを、うん、これをどこだい？これをなんかちょさらにさ、違うな。あ、これでこれをこっち側に置くと、違う違う、もうちょっとこっち、こう置くやろ。んー、でもあっち側だけだな。こっち側にやりたいんやけど、この場合これをどこにやればどうなるか。関係ない。あのでかいのをどう使っていくか。こっちに置くと、するといや、どうもならねえ。あ、そっか、これをこっちに、あ、かかってないや、こっちが。いや、変わってないな何がそうだなんだこれ。これをのけると切れてしまうよね。このぐらいの距離ならいけるんか。これであっちに流れるようになって、んで、もう一個これをじゃあこっちの方に、へい、これでここまでつながって、あ、これいけるいけるいける、いけたいけた。はい、これで底が開く。オッケー、一個ずつクリアしてこう、確実に確実に。ここは宝箱か。へい、中身は？雷電の剣、ハイラル丘陵の落雷に長く晒して鍛えた魔法の剣。金色の光が刀身に満ちているとき振るうと、電撃で相手をしびれさせることができる。おお、すげえ。ちょっと待ってね。何かしら。無心の体験強いんやけどな。兵士の両手剣。騎士の剣。とりあえず騎士の剣をポイってしとく？いやね。じゃあ今使いよるこの騎士の剣を。違う違う。ポイッと。そして中の雷電の剣をゲット。ほんで、まあ、この騎士の剣使っていきますか。ってことで次はこっち側を開けたいな。こっち側を開けたいなということで、どこを光らせればいいんだ。ここか、ん、これかな、違うのか、わからねえぞ。とりあえずこっち側はもう全部できたわけやろ。へいへい、このちっこいのを持ってここをつなぎます。はい、まずここまでつないだ。あ、この上もなんか通っとんよね。
あ、この上を通すことに何か意味はあるんだろうか。ちょっと待ってね。はい。別にあの上に何もないんやけど、上に上げることには何の意味もないんだ。これもしかしてあの左右のところを光らさんかったらあかんとかそういうことかな。え、でもそれやったらさ、で、あ、そっか、あそこにでかいのがあるんか。ってことはまずはそこのちっこいやつを光らさんといかんね。オッケーオッケー。じゃあとりあえず君はこっちへおいで。これでそっちにたどり着かんといかんのよね。ってことはここをつなげば、はい、え、ここをつないでこっちに行かんといかんってことはここに、え、何え、何、どうやるの。ちょ、君おいで。そこのでかいの。これをここにやると、そう、そこまで行くんだけど。ん？ここの間にポンと入れて、これを抜けたらそこの光がなくなるよね。あ、そっか、ここをこっちでつなげて、あ、つながらない、もしや。もし、つながらないのか。どうやればいいんだ。ちょっと待って、はい、これを引き抜いて、やっぱつながらないな。これは、そう、これはいいんやけど、こっち側がね、あ、ここまで来たらここまで来るんや。ってことはあれをあっちにさえ置けばここはもう開くわけだね。うんうん、なるほどなるほど。ちょっと待って、とりあえず回復回復。じゃあ、あとはどうやっていけばいいんだ。ここつなぐ、ここをのけるとそこが途切れるんよね。こっちに置いて、それをこっちに、ちゃんとこっちに、はい、それをこうこっちにやって、これをここにってやったらそこで止まるんよね。じゃあこれを、あ、これをこっちにやって、やっぱこっちがいるよね。足りなくない？足りなくないですかね。あ、宝箱も使えるとか、そういう使えるよね、これ。ちょ、待って、これ、金属持ち上げれるってことはこれも使える。なるほど、そういう、ほら、使えるってことで、これが、待って、そこよ、そこのけた。なるほど、宝箱まで使えてしまうのか。そう、頭が回らなかった、そんなところまで。さあ、これでそこが開いたでしょう。
おっしゃー、思ったよりも早めにクリアできそう。さあこれで、そこの中に宝箱とかはないんかな。ちょ、一旦後で見てみようね。はい、ち、何もない。さあこれで、あとはこれをね、あっち側に、よいしょ、持っていけば完成でしょう。やったね。さあ来たよ。思ったより早かったでしょう。なるほど、どっちにしろ全て開けなければクリアにはならなかったんだな。ふんふん。オッケーオッケー。グコチセさんだっけ。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ孫をことなき勇者。今こそ女神ハイリアンナにおいて克服の証を授けましょう。ゲルドの町に着いたらさ、思いっきり増やしたいんよね、いろいろ。来た来た。克服の証、試練を克服した者だけが授かることのできる勇者の証明。あと1個手に入れたら、3つ分。これで我が役目は終わる。女神ハイリアンの家具があらんことを。ありがとう。もっとかかるかと思ったけどよかった。シャー出てきたぞ。んーで、次は、とりあえずはこの人たちに一応話聞いてみようか。入れんねやろうけどね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。